看護師の YouTuber さんの皆さん、こんばんは、オピです。はい、ということで、出現率2倍カラフェス限定メンバー出現率アップガチャやってまいりました。メンバー詳細見ていきましょう。こんな、ね、コメント欄で言われてさ、桐谷遥ちゃんはシーブリーズ、もうシーブリーズの CM、そして桃江愛理ちゃんに関してはもうメイクの CM って言われてもそれにしか見えなくなったというかね、こう愛理ちゃんのさ、愛理ちゃんの特訓後よ、これ特訓後か、なあもう欲しすぎるこれ、もうこうイラストでぶん殴られたよね。やっぱもうね、声のトーンがすごいね、オクターブ上がってるもんね今。はい、ということで愛理ちゃんが前回の真冬ちゃんと同じくグレート出すまでスコア 140% アップのカラフェス限定スペシャルスキルになりまして、桐谷遥ちゃんが前回の酔い先かなでちゃんと同じくライフに応じてスコアが変わっていく最大 140% となっています。はい、2枚引きます。絶対に引かなきゃいけない、これは絶対に引かない。サマードレスっていうね、これど、かー、これ、衣装よ、衣装。衣装とヘアスタイルよ。ヘアス、アイリちゃんマジで、こう、やばいな、アイリちゃんのこのイラスト。本当に欲しい。本当に欲しい。今回なんですけど、100連です。はい、100連引けます、僕は。でね、まあ、適用割で星4が 6% ということで、まあ、すり抜ける可能性全然あります。今回のピックアップ2人合わせて 0.8% しかございませんので、もう 5.2% はすり抜けなんです。もうほとんどすり抜けって思って、てくれて大丈夫です。はい。あとはですね、僕が所持していない星4の、まあ、すり抜けが21枚ございますので、まあ、そっち出てくれてもいいよぐらいですね。うん、もうただ、やっぱりピックアップ欲しい。まあ、すり抜けた時に狙いたいってキャラは、酔い先かなでちゃんの 130% と、エナナンの 130% と、コハネちゃんの 130% もこの辺ですね。この辺引けたら、すり抜けた時に来てくれると僕はめちゃめちゃ飛んで喜びます。はい。それではまず納税2連。6% ですからね、納税でも、ここでも、おはガチャでも出る可能性が、あるとよろしくお願いします。そんなことはない、投薬。そして、2連目。そんなことはない、ねねちゃんです。はい。ありがとうございます。それでは、まず優勝席使って引ける10連ガチャ引いていきたいなと思います。もうこれから、ここから、カラフルフェスティバルの力をね、動画に残せたらいいなと思います。よろしくお願い。6% です。はい。6% ですので、はい、10連に、まあ、1枚来たら運はいいんですけどね。ただゲームとって2枚な感じでした。2枚、はい、これがカラフルフェスティバル7、8連目かな。はい、1、2、3、4、5、6、あんちゃん3連ちゃんじゃない今。さあ、それではボイスよろしくお願いします。私これからも頑張るから。あー、そっちの小春ちゃんね。はい、ありがとうございます。まず準決勝1つ獲得、そして2連目。どうしても伝えたいことがあるんです。よしよし、 0.4% 持ってきた。こういうか、やばい、イラストマジで、いや、特訓前をイラストにするな、僕は。やべえ。やば、青色がさ、綺麗、これ。すごいオシャレ。マジでこれ。イラストさんすごいね。あんちゃんやっぱ3連ちゃんいる。クールの確率な、これ。はい。ということで、ここからも愛理ちゃん狙って残り90連です。はい、引いていきたいなと思います。よろしくお願いします。よしカラフルフェスティバルガチャ。ここでね、運を爆発させるのが、もうやっぱり、真の、最後ですけど、もうここで爆発させれるのが、うまいね。うまい動きです。2、3、4、5、あー、レン君。6、7、8、9。さあ、それでは、アイリちゃん。できること。全部やらなくちゃ。マジか、ありがとうございます。持っていません。マジか。この時のガチャさ、僕何も引けなかったから、天罰かそのバナーイベントの時なんですけど、何も引けなかったから、マジで音速爆死っていうね、サムネになってると思うんですけど、こういうすり抜けもね、本当にありがたい。さあ、それでは30連目流れを切らずに30連引いていきますか。おっと、これはどうだ、これはどうだ。あー、キト君の発作来てるんで、何でもいいです。はい、40連目よろしくお願いします。いやー、待って、20連連続星4ないのは厳しい。厳しいね。大丈夫か、流れ、一回変えるか。乱数を調整しまして、50連目よろしくお願いします。さ、よし、やっぱり乱数大事。さあ、2枚引きでも3枚引きでも、1枚しか今のところ観測できてないけど、1、2、3、4、5、6、7連目。1、2、3、4、5、6、さあ、アイちゃん、アンコール、よし、アンコール、ありがとうございます。すり抜けみどりちゃん、アンコール、い
今のさ、なんかロリ声だったからさ、ロリ声と言っていいのか分からないけど、ロリ声だったから、今、愛理ちゃんの幼少期のボイスだと一瞬錯覚した。一瞬錯覚したけど、すり抜けありがとうございます。はい。今、星4何枚目だ ?4 枚目。ありがとうございます。はい。それでは60連目引いていきます。よろしくお願いします。はい。流れを切らずにね、流れを切らずに、カラフェル、カーチャ、愛理ちゃん、マジで愛理ちゃん欲しいのに。さあ、何枚?ラスト。2、3、スキップするか!私のことはいないものだと思って。よし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 、はいはいはい、すり抜け、ありがとうございます。はいはい、所持しております。いや、このね、ディスタンスのエナが欲しいんですよ、僕は。めいっこ姉さん、ありがとうございます。まだ切らない。70連目。うわー、ちょっと愛理ちゃん引けるか、厳しい。愛理ちゃん引けるか分かんなくなってきた。よろしく。80連目。おっと待って、本当に、90連目。残り20連しか引けない。90連目。いやー、マジかラストです。やばい、ラストが来ちゃった。ちょっとね、限定引けないの痛いんだよな。ラストお願いします。お願い。いったー、これは痛い。すまない、絶対に切れましたね。あ、待って、引いた。よし、終わった。あっぶねあっぶね、引いたわ。100連で。はい、ということで、100連で。あぶねー。ということで、ただ、僕が当初すり抜けで欲しいと言っていた3枚誰も来ませんでしたが、はい。いやー、本物のアイドルを見せてあげる。目合わせれないんだけど。可愛すぎて目合わせれないんだけど。はい。やばいでしょ、このイラスト、マジで。美しい、かわいい、これアイドルよ、アイドル。いい感じだわ。ありがとう。はい、ということで。また一つ成長できた。CM 出演おめでとうございます。はい。なんか、ポカリスエットの CM って言われても、うん、僕は信じる。うん、シーブリーズって言われても信じるし、ポカリスエットって言われても信じます。無駄なことなんて、一つもない。私はまだやれるけど。さあ、ここからオーバーキル特訓のお時間です。はい、オーバーキル特訓のお時間。オーバーキル特訓。いつもだったらね、新規キャラだけ特訓していくんですけど、今回はね、引かせていただいたキャラ全員特訓まで見せちゃおうかなと思っております。なんだこのドジッコメイド。わ、自分でもびっくりの成長だね。はい、ということで、熱烈コール話すとみのり、ありがとうございます。うまくなってきたかな。最高の歌を届けたいものね。はい、ありがとうございました。という感じで、オーバーキル特訓のお時間でした。毎日続けるのが大事よね。はい、そんな感じで、今回100連で僕が引かせていただいた星4なんですけど、6枚になります。はい。ですので、100連で6枚で 60% で 6%。うん、めちゃめちゃ確率通りではあるんですけど、そのうち5枚が新規っていうね、準決勝1つしかたまんなかったという、このすり抜けがもう上手すぎたですね。はい。といった感じで、ぜひ皆様のガチャ結果等書いてくださると幸いですし、僕はここから追い課金するのかしないかは、カラフェス最終日までに、また動画上がるかどうかは決めておきたいなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよければ高評価、チャンネル登録、通知の方もよろしくお願いいたします。あー、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。おっぴーでした。